大竹紳士講説録毎週金曜日は経済学者の金子正さんです。どうもこんにちはどうもこんにちはおはようございます。お暑いございます、うん、本当暑いですね。うんうん、はいでも、うん、今がピークかな。 来ん来週ぐらいからやや落ちてくると思います。本当ですか。本当そうですか。天気ですか。いや気温。気温。今三十六度とか。金子さん経済学者で気象学者じゃないじゃないですか。だけど大体がも例年でそうなんですけど、昔昔はほら八月がピークだったりするんだけど、今七月でしょピーク。そうなんですか。今一番ピークなんじゃないですか。まだ暑くなるんじゃないかと。三十八度とかね。 だ来週雨が来てやや落ち着いて最終的には台風が来て涼しくなっていくっていうそういうパターンだと思いますので予測はね今頑張ってやっていかなきゃいけないんですけど前回、野党に対して政策アジェンダっやるあ基本に立ち返ろっていう話をしたんですよ、みんな地味な努力を忘れてると。 だけどやっぱり問題なのは都知事選がひどかったけど、うん、メディアが本当に壊れてて、はい、なんか社会的なあの、うん、罪悪を追及しない、うん、っていう小池,のその小池さんの大手不動産会社の癒着とか石丸の訴訟問題とか、うん、もうちょっとあの。うん 候補として本当にいいのかっていうような問題でも全く問わないっていうね。こういう状態。それはもう鹿児島県警の私とかさ、山ほどあるんだけど、<laughs> <あ>大河原加工機とか。うん、で、これをそう、類推すると、次のその総選挙に向けて、はい、まず、あの、多分ですね、総裁選に全ての焦点を合わせていこうとするんだ。 9月にありますよ、ね、そうで裏金問題とかはそこの中で問わないじゃないですか、うんうん、自民党内部だから問わないねだから、うん、みんな忘れていくような効果を一生懸命演出するのがメディアになるだろうと思いますねこのままいけばはいそうで2人 2>、うん 瀬戸際の2人なんだけど1人が岸田さん岸田首相もう1人が神田財務官この2人が瀬戸際にジタバタしてるのが今の急激な円高の背後にあると思います152円今は153円の後半になりましたけどもともとこのロイターの記事が面白かったんだけどおかしいと。 あの何のイベントもないしあの円高になる景気になる発言も何もないのにどんどん落ちていると小刻みな介入をしているに違いないという観測記事が出ていて日銀疑心暗鬼にしたからこの神田財務官の市場の裏を書くその戦略が成功しているんだというそういうさ普通,じゃ普通逆だろ。う だって市場と対話してうまく対話して市場を落ち着けたって言ったら手腕があるってわけじゃないですか。うん、なるほど。うん、市場に裏を書いてうまく円高に誘導してるっていうのがすごいことだって書いてるってなんかメディア狂っちゃないかと思うよな <laughs> あれでもそれこそメディア見てると今度のこうちょっと円高若干傾向って要するにアメリカの景気がどうもいろんな市場がちょっと鈍化してるっていうね。 がて日本はかる30日から日銀の政策決定会合でしょ。で,、ね、で利上げはするかどうか別としてもしかしたら利上げするんじゃないのかっていうのがあるからなんか若干円高になってくるそれが普通解説してるもんだけど不自然ですよ上がり上がる動きがね。うんうん、だからそういう動きのところに乗っかって何かをやるわけです。うん、介入をしたりして加速させるっていうやり方をしてるので今まあ,あの木原 元、ね、官房副長官の人が今、岸田さんのふく懐刀と言われる、ちょっと疑惑のいっぱいの人だけど、はいうん、彼はその経済でうまくいってると、うん、必死に言うわけだよ、岸田さんが、うんうん、要するに、実質賃金はまだマイナスだけど、うん、賃金がこれだけ爆発的に上がったのは、岸田さんのおかげで、うんうん、もうもちろん総裁選出て勝負するんだって、こう言ってるわけです。 上がってないけどね上がってないんだけどだから円安をとにかく多少でも補正すればインフレが鈍化してそれで今0.7。 パースマイナス0.7で近づいてるとあと一歩だと、うん、とにかく1回でも実質賃金、まあ、26か月連続だからさはい、はい、1>, 1回でもプラスになればね、うん、ほら岸田の成果だろうっつって総裁選に臨むっていうのはね経済の岸田で、うんうん、裏金の岸田なんだけど本当は <laughs> だけど経済の岸田っていう宣伝をやろうっていうのは見え見えなわけじゃないですか神田財務官は7月末に退任なわけですよ思い出し,てほしい 黒田日銀総裁が退任の寸前とにかく金利を低く抑えるためにばかばか国債買い続けたわけですよ国民の利益なんか全く無視して自分の名誉だけとにかく自分はやることをやったんだ神田財務官もそうなんですよ、神田財務官は2021年の7月かななったのが財務官にその時は1ドル110円なんですよ。 で今、もう160円超えちゃったわけで、はい、で必死にこれを介入をもうとにかくやって、うん、ドル現金で介入できる原資が24万兆円だって言われてるんだけど、うん、9.7兆円1回やって元の木阿弥、戻りが早いんですよね、かっそれから7月11、12日にやった介入で5兆円ぐらい、はい、もう15兆円使ってるわけです。はい でまた小刻みにやっていくっていうのは、うん、彼は自分の名誉だけにとにかく国民の外為特会の資産を使い切って自分が4月30日、31日の日銀の金融政策決定会合までかかあの為替を抑えたと、はい、俺はやるべきことをやったんだあとは日銀のせいだってこういう、ね、あの路線に進んでいるのはもう見え見えなんですね。 ってこれは動きによってどうなるかがあれなんだけど日銀は6月13日14日の金融政策決定会合では要するに金利を上げるというふうには直接は言わない代わりに要するに国債の買い入れ量を減らしますとつまり金融緩和の量を減らすことによって 実質利上げに動いていきますよと、ゆっくりね、利上げっていうのは直接政策金利、短期金利を上げたり下げたりするのと、もう一つはいわゆる国債の買い入れ量を増やしたり減らしたりすることによって、長期金利を動かしたりするわけですよ今回だって6兆円くらい買ってたのを、どうも3兆円くらいにするんじゃないかっていうそういうことを言ってんだけど、じゃあ、6月13から14の間、減らしたかと増えてるんですよ。 国債は兆円貸付金も4兆円増えてる、彼は本当に増えるか減らすかどうかなんで減らすことができるかできないかっていう矛盾があるかっていうと、今もう国債の買い手は国内の金融機関にはいないの、どんどん減らしてるの、なぜかっていうと、金利が上がっていけば、国債の価格は下がっていくんですよ。下ががっていいいくものを買うわけななじゃですか この状況だと、この状況の中で日銀が金融緩和を縮小したら、国債発行してる状態が変わらないとしたら、誰が買い手があるんですか、買い手が少なくなれば、当然金利が上がっていって、国債の価格が落っこっちゃうわけですそうなったら、本当に利上げをしてきたら、国債費が伸びてくれば、非常に大変な問題になるわけじゃないですか。じゃあとて じゃあ金利を急激に上がるのをやめましょうって日銀が買い続けたらなんだ、嘘だったじゃないかっていう話になっていってそれでまた円安でバーンと動いちゃうわけだから、これはすぐにね彼は口先で何か言うかもしれないけど1か月、2か月の間見てて実は本当に大したことやってないんだって分かっちゃった瞬間にまたリバウンドが始まっちゃうわけです。 あでしょアベノミクスと黒田バズーカの、まあ、本当取り返しのつかない副作用で。<う>まあ、ある意味で、今の上田総裁なんていうのは、可哀想っちゃ可哀想っていうか、尻拭いを一生懸命なってどうするかっていう話。になってるで,でも、うん、自分がきちんとした覚悟を表明してね。うん、こういう取り組みをしてるんだっていうわけじゃないわけだから。うん、で、実際に、うんうん、その、いわゆるアベノミクスのつけがひどいのは。 確かに日米の金利差は多少縮まってくれば円高え少しは振れると思うんだけど貿易赤字はひどいわさその今の状態ね考えてみてもそれから円安がずっと続いて国内の投資先がないからどう見てもその円の需要は基本的には大きくないわけですよだからどう見ても簡単にねあの円高に元へ戻って。 って話にはならならで今年の年頭70人ぐらいのアナリストがみんな利下げが来るからもう円安は終わって140円前後にもうと戻るんだみたいな話をやってたのがどんどん150円超えて160円になっちゃったわけでねだからもうちょっと冷静に見たら今何が起きてるかって考えたらかなりあの厳しい見方をしていた方が安心だと。 で金融の正常化に対するを促していくっていうね、青木さんが言ってるように、利上げを促していくんだけど、利上げできるんですか、実際に金融緩和の量で国債の買う,買い量,買う量を減らしていったら、買い手がいないんだからさ、もう利上げが強激に上がってきちゃったら、それを抑えざるを得ないわけですよ。 と買うじゃないですか買ったら元の元とは元の木阿弥でまた安い戻っちゃうしっていうねジレンマの中に我々を置かれてるっていうことは冷静に見ておかないといけないと思うんですよね、うん、えー、神田外務大臣そん脳みそたく,たくさん詰まってるみたいな頭してるいやいや彼はだって え小泉竹中路線乗っかって、その主計幹の時に、大学運営交付金を年 1%10 年削って、科学科技術政策、ボロボロにした張本人,人ですからね、うん。日本はこの状況からうまく抜け出す方法みたいなものは、もう手はじゃないんですか、あちこち。いやもう僕はやっぱり、本質的に財政赤字の一番悪いところは防衛費の倍増なんだから、こんな無茶なことはやめましょうと。 いうことをやる必要があるし、それから法人税をね、減税してきて、社会保障に全然使ってこなかったわけですよ、要するに、なんだ、安倍さんがね、世界一活動していい国ってね。法人税上げますって話にならないのしなきゃいけないと思う。上げうなきゃそれで 要するに中小企業は上げないけど、大手企業は上げていいと。うん、ああ、なるほどね。こう、こね、こういうことをやっていかないといけないじゃなくてね。で、トランプになったら上がるっていうようなね。あの、ドル高是正するっていうのは嘘ですよね。全くの。うん、はい、わ、はいはい、かりましたあ。ありがとうございました。金子勝さんでした。うん、大竹新氏公有録、来週月曜日は古谷恒平さんの登場です。はい。